スワンプの轟トーマーです。歌舞伎町新水湯本店レンジです。まあ自分はホストクラブでナンバーワンになりたくて、で今ちょっと現状正直慣れてなくて、まあでも格闘技やったらちょっと自信あるんで、相手を思いっきりいてこましたろうかなと思っております。山そうっすね。まあちょっと最初60で出ようかなって思って、まあでも今までこう適正体重で出たことがなくて、まあ、いつも53キロぐらいで60キロの試合出てたんですけど、まあ、初めて適正体重でエントリーしたら、たまたまタイトルマッチ、まあ、タイミングよくあゆみちゃんに組んでもらえて、まあ、それでやろうかなっていう感じです。まあ今回やっぱり他の選手と比べて一番レベル高い試合できると思ってるんですけど、今回はでも正直タイトルマッチやし、まあ KO ですね。そうっすね。まあ初めてこう自分の適正体重で試合できるんで、なんかまあ自分がまあどんだけ強いんだろうなっていうか、ワクワク感で、まああと初めて勝ちに行く試合をこうしようと思ってこう作戦を練ってきたんで、それどんだけ自分が強いんだろうなって思えるのがまあ楽しみですね。まあ必殺技はまあ思いっきりカーフで攻めて、足元思いっきり痛めつけて、思いっきり最後にテンプルで、テンプルからの最後シャンパンコールで終わったのかなと思っております。まあ試合にちょっと支障をきたすんで秘密で。まあタイトルマッチは、まあ、一応2回目で、まあ、前回は、まあ、ちょっとローを聞かされて負けちゃって、まあ、ローのカットの仕方が分かんなくて負けちゃったんですけど、まあ、今回、まあ、キックボクシングの練習をしてきたんで、まあ、ローのカットも、まあ、パンチも、まあ、パンチはもともと強いんですけど、まあ、蹴りも出すんで、まあ、ベルトぐらいはこのレベルの大会だと取れるかなって思ってます。僕は大阪のスワンプっていうホストクラブに所属してて、大阪ではトップクラスで間違いないお店やと思ってるんで、ぜひ大阪に遊びに来た時はスワンプによっていっぱいお金使ってまあそうっすね。一応12月度、去年の2023年度の12月に、まあ、一応店舗売上最高売上を更新して、まあ、2億を売り上げて、まあ、今すごい活気があって、まあ、すごく従業員の数もいて、まあ、接客のレベルも高く、まあ、幹部陣も1月から4人増えて、まあ、今すごい勢いのあるお店なんで、ぜひ、まあ、初回でも何でも来ていただいてくれたらなって思います。よろしくお願いします。まあ僕が主役で対戦相手の子が脇役やから、やっぱりどう考えても一言言うとしたらもう俺は主役。赤コーナースワンプトーマー選手、赤コーナー新水湯本店レンジ選手の入場です。
竹52枠第21試合55キロリミットキックルールタイトルマッチ2分2ラウンドを行います。アウトナーなにわのプリンストーマー、アガコナーみんな応援頑張ってレンチ、ラウンドワン、はい、さあ、タイトルマッチ、ラスト30
はい、危ない。ラスト1分。ブリッジはガレレが引っかかるぞ、トーマ。はい、ナイス。見えてるよ、見えてるよ、いい感じに見えてるよ。行け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 、ラストスパート行けさせ。あともっと前に出よう、あともっと前に出よう。アバラパンチ、ラスト30。大事がない、
結果をお知らせします。3対0で青コーナートーマー選手判定勝ちとなります。さあこの瞬間56キロキック新チャンピオントーマー選手となりました。さあそれではこれより中澤達也代表よりチャンピオンベルトの贈呈を行います。認定書を読み上げます。認定書、トーマ殿、あなたは2024年3月11日、新宿フェイスで行われた日陰52万において、55キロタイトル、キックタイトルマッチで、レンジと対戦し、王座を獲得したと認定します。2024年3月11日、日陰代表、中澤達也。選手おめでとうございます。新チャンピオン、トーマーおめでとう。勝者コメントお願いします。シェクシェク、ありがとう。今日は僕の試合見てくれてありがとうございます。勝者ありがとう。でもめっちゃタイトルマッチにふさわしくないちょっと紹介試合したので、よかったよかった、ありがとう。今日はちょっといっぱいお酒飲みたいなと思ってます。今日はいっぱい送ります。今日でも遠いところから結構いっぱい応援来てくれとるんで、本当に嬉しいです。でも僕戦うことよりホストする方が自信あるんで、大津が来たらスワンプっていうホストクラブにぜひ遊びに来てください。ほんでもって僕ら間違いないホストなんで、いっぱいお金使ってありがとう。